どうもーかげやんです。今日は自分の発する言葉を意識するということについてお話ししたいと思います。え普段ねあの自分の発する言葉についてですねこう意識する人は少ないんじゃないかなというふうに思います。えー、何気なく言葉を発すると思うんですけどもそのね発する言葉っていうのはね、えー、未来から見るとね結構ねあのー、重要なことというか。 大事ななななこととんじゃいいかなという,ふうに思っております例えばですね、えー、こう目標を持ったとしますねで目標とか目的というかそういうものをこう立てたとしますねでそれがうまくいかない時にですね、えー、愚痴を言ったりとかねなんか他人のせいにしたりとか文句を言ったりとかねそういうことをしたとするじゃないですかでそれをねその目標が達成した時その未来 達成した未来から見るとですね、えー、そ,のそれを達成する過程でですねその愚痴を言ってるっていうことはあのー、ちょっとおかしいというか、えー、愚痴を言って未来が達成するっていうその目標が達成する状態になるっていうのはちょっと変な状態というか違和感があると思うんですね。でその愚痴とか文句とか他人のせいにするっていうことはですね 結局その目標が達成できない未来から見ると正しい言葉の発言というかいうふうになると思うんですね。であのー、だからですねその愚痴とか文句とかそういう言い訳とかねそういうことを言う。 それを何回も何回も毎回毎回そのたんびに言うっていうことはですね未来から見るとそれが、えー、順当やということになるんですね。だからその揺るぎない目標をね、えー、持った場合はですね愚痴とか文句とか言い訳は言わないんですよね。 その目標を達成するために、えー、努力をしたりとかですねその行動を起こしたりとかそういうのを継続したりっていうことをしていくと思うんですね、えー、例えばねこう今はもう引退しましたけどもイチローがですね、えー、打てなくてですねほんで愚痴を言ったりとか絶対しないですよね。 やっぱヒットを打つためにどうしたらいいかっていうことを考えて、えー、それを行動に移していきますよね。例えば大谷翔平がピッチャーで打たれた時に何か愚痴ったり何か他人のせいにしたりはしないですよね。だから次また勝利するとか、えー、おあのバッターを抑えることができるっていう状態になると思うんですね。ちょっとそれはちょっと、えー、今の例はちょっと飛躍しすぎてるかもしれないんですけども達成する目標というかそういうもんが揺るぎないものであればですね愚痴とか文句とか他人のせいとか 言い訳とかねそういう言葉っていうのは発しないと思うんですねだからその何気なく発する言葉を自分でちょっとね見つめ直すというかこれはどういう未来につながってるかなっていうふうに考えたらいいんですね。で あの今までの癖でちょっと発することもあるかもしれないんでそういう場合はですねそれに気づいてですね次から発しないようにするその目標が達成した時のような行動とか、えー、考え方とかですね言葉を発するようにするんですねそうすることによってね目標達成に近づくというかで目標達成者未来から見るとそれが正しい言葉になるんじゃないかなというふうに思います。で ということでですね今日は自分の発する言葉を意識するということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます